ファッションというよりは多分教えてもらったのはその時のスタイルでしょうね。スタイル、はい、ファッションはやっぱりどうしても、トレンド、うん、まあ、ファッションイコールトレンド、でもスタイルは自分のそのトレンドではなくて、まあ、自分の形だと思ってるので、そういうものを身につけなさいというふうにはなんか教えてもらった気がします。日本人は多分一緒だと思います。そんなに区別されてないと思いますね。僕はこの20年ぐらいそのファッションの世界というか、ファッションとイコールメディア、雑誌だったりとかっていうところで、まあ、テレビだったりとかでファッションとスタイルは違いますっていうふうなお話をしてますけど、そこまでは皆さんまだファッションもスタイルも一緒だと思ってる人いっぱいいるかもしれませんね。